くる。これはねシリアスな質問だよね、これ結構これはねやっぱダメだよねまあ正直孫もその将来は僕自身が決められないけど、なんか精神的にリッチ、まあ、金銭的にとかそうじゃなくて精神的に余裕があって、その豊かなあれで生きられる仕事が僕はいいと思う。実際にうちの家庭で家族もすごく気使ったと思うのよ。もう勝負事だから、だから ずっと笑顔はしていられないからね。だからそういう意味でそういう負担をかけない仕事を選んでくれた方がいいんじゃないかなと。いや、それがレースであり野球であり何でもいいんですけど、うん、できれば精神的なリッチな仕事してほしいね。